にちは。鍋を作ります。はい。で、まず白菜を切るということですね。ね。で、白菜をとりあえず切ります。よいしょ。なんか手順が悪いな。そして、鍋に入れて、まず芯はね、芯が先に火が通ってトロトロになったら美味しいかなって思いますね。はい。この辺も。よく煮込んだら美味しいのでもったいないので使います。ザックザックとこう入れまして、舞茸どっさり、包丁で切るのもなっても思うんだけど、包丁でこちらで切りますか。はい。どうに入れてたらいいか迷うな。結構たくさん入れた方が美味しいよね、きのこね。はい。ほい。そしてお豆腐ちゃん。これ手の上で切るの怖いから、最後見えなくなっちゃったな。でのタラちゃんですね。こういう向きだからな。こうか。はい、今日のお昼は鍋です。あ、大事なものを忘れてました。一回ちょっと魚切ったから洗いますかね。よいしょ。いいです、いいです。はい、これです。斜めに切るといいかもしれない。斜め、オッケー。もうちょっと入れちゃうか、じゃあ、はい、はい、はい、これをここにこう入れていけばいいですかね。ね。ほら。斜めに切ったやつを。なんかセンスが疑われる。はい、はい、鍋です。はい。